こんにちは、スペイくんです。今日はですね、こちらのオオカマキリが主役になっております。でですね、今日はですね、こちらのオオカマキリに餌をあげる動画なんですけども、今日あげる餌はね、ちょっといつもとは違うんですよ。まあいつもやっぱ皆さんが与える餌といえばコオロギだったりバッタだったりとか、まああとまあ死んでしまった他のカマキリだったり、寄生されたねカマキリをよく与えると思うんですけど、今日僕が与えるのはね、こちらです。じゃん、こちらアシナガバチです。多分セグロアシナガバチっていうアシナガバチなんだけど、この子ね、ちょっとね他の子とはね様子が違うんですよ。でこの子をね今日は捕まえてきたので、この子をこちらのオオカマキリにあげたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ってことで少しアングル変わりました。こちらですね、オオカマキリになっております。うわー、でかいですね。見てください、このお腹ボテボテですよ。卵をね持ってるんですよ。僕がね今年捕まえてきてずっと育ってるオオカマキリなんですけども、お腹ね破裂しそうなんですよ。でこちらね、卵をもうそろそろ産むと思うんで、そのために餌をあげようと思っておりまして、こちらスズメバチ、あ、じゃない、足間違ったわ、ごめんごめん、間違った、アシナガバチですね。はい、アシナガバチ。うわー、でこの子なんか他と様子が違うんですけど、この子ねオスなんですよ。はい、見てください、お顔がね普通の蜂に比べて可愛いですよね。大顎の発達もあまり進んでない感じがしますし、そうなんですよ、オスっていうのは女王蜂と交尾をするだけの存在なので、このようにね顔が可愛かったり、まあ、大顎のね発達がしていなかったり、針がありません。なんでオス蜂に針がないかっていうと、針がある蜂っていうのは基本的に、まあ、絶対なんですけどメスなんですよ。でそのなんでメスは針があるかっていうと、もともとあの針は産卵管なんですよね。産卵管、まあ、キリギリスとか僕がよくあの動画でね、産卵管がついてるからメスだねって言ってるじゃないですか。であの産卵管が変化したものが針になるわけですよ。なのでオスはねもちろん産卵管を持っていませんので、こちらはね針に変化するものがありません。なのでこの子たちは針がついておりません。なのでこのように触っても全然大丈夫なわけです。でこのように出てくるわけですよ。こうやってなんかニュって、ほらこのニュって出てくる、これはですね針ではなくチンチンですね。チンチン、あ、違かったらどうしよう、こんなでかい声でチンチンって、チンチンじゃなかったらもうめっちゃ恥ずかしいけど、まあいいや。ということでこちらのスズメバチじゃない、アシナガバチやって、アシナガバチ、こちらのオオカマキリに与えようと思います。さあオオカマキリちゃん、こっちを向いて、腹ペコのようですね。さあそれでは与えましょう。お、もう気づいたか、ほれ蜂だぞ。カマキリはね動いてるものに対して敏感に反応して、それを捕食するんですよ。なのでこのように動いている生き餌を前に持っていくと、はい、前に持っていくと、めっちゃ立つやん。逆にこう地面を這わしてみるか。あら。びっくりしてる。触覚でちょんちょんやってるね。え、ちょ、餌じゃないと判断したか。多分ね、自然界でね、この蜂っていうのは、まあ危ない存在だとされているんですよ。なので多分、触覚でさ、あ、ちょ、どこ行く、画面が、触覚で触って、あ、これ、蜂だなってなって多分逃げてるんだと思います。大丈夫やって。オオカマキリさん。オオカマキリさん。あなたが思っている以上に蜂ってのは弱いんですよ。さあ、捕食しなさい。ふう。待って、なんか。うわぁ、うわぁ、カメラ目線、すごくカメラ目線、すごいカメラ目線なんだけど、ほら、ほら、カマキリってさ可愛くない？表情あって俺好きなんだけど、カマキリめちゃくちゃ、ほら、
ちょっと待って待って。なんで、いや、この子ね、もちろんオスバチなんで針はないんですよ。なんで危なくないんですけど。大丈夫やって、危なくないって、ほら。ほら、ほら、ヒカキンさんだぞ。ほら、ヒカキンさんだぞ。いけいけいけ、いいぞ。ヒカキンさんめっちゃ殴られただけやった。手、ちょ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 、毛づくろい進んで倍か。あ、来た。ちょっと待って、危ない。おーい、危ない、危ない、危ない。来た。いいね、いいね。食べてるね。さあ、胸部かな？食べてるのは、これは。うわ、バキバキってる。すごい、すごい。やっと餌として見たみたいだね。さあ、カマキリの、あ、カマキリじゃないや。蜂のオスはね、必死に刺そうとしていますが、まあ、全く無意味ということでね。それはそう。オスだからね。もちろんね、メスに比べて噛む力も全くありません。噛まれても正直言って全然痛くないです。もう飾りのようなもんですね。生まれてきたからただとりあえずついてるみたいなレベルで、マジで痛くないんですけど。あとね、なんか、胸部のね、カマキリの胸部にピントがあったんだけど、違う、こっちに当てほしいね、こっち。お腹の部分。うわ、すっげえバキバキいってる。アシナガバチとか、ハチみたいな昆虫って、意外とね、胸部が硬いんですよ。どれくらい硬いかって言ったら、まあ、そうだな。プラスチック、うん、イメージ的に言うとプラスチックぐらいかな。アクエリアスの、イロハスかな？イロハスのペットボトルぐらいの硬さかな？そう、それぐらいちょっと結構硬いんですよ。意外とこの昆虫、この蜂のね、外骨格っていうのが。外骨格っていうのかな？なんて言うんだろう。蜂の、ね、このフレームが。でもね、オオカマキリのね、顎になるとね、これもバキバキ噛み砕いてね、食べちゃうんですね。音えぐ。えぐ、やばすぎ。めちゃくちゃ食いつきいいね。美味しいのかな？うわぁ。ちょうど羽で見えないんだけどね。すんげーボリボリ食べてる。やばすぎ。これ今さ、ズームにしてるじゃん。これズームアウトするんだけど、すごい面白いもの見つけたんだけど、これね。このさ、シルエット怖くね？うわぁ。なんかカマキリってさ、すげえ凛々しいよな。うわ、ここの、影よ。影が怖い、影が。超バキバキいってるし。美味しいかい？蜂は。まあもちろんね、蜂も、昆虫なんでね。これぐらい食われたぐらいじゃね、まだまだ全然生きてるんですよ。てか、なんならかね、体が全部なくなってもね、触覚だけ落ちてて、その触覚がピコピコ動いてるみたいなことはザラですからね、昆虫では。おう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 。おいおいおい。すごい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 。えぐいえぐい。うわぁ。めっちゃ美味しそうに食べるやん。そんなバキバキなんか食べたらさ、美味しいんかなと思うよね。これライトなくしたら暗いかな？あ、暗いな。この角度が明るいんじゃない？えぐ。うわぁ。えぐすぎる。バリえぐ。でもさ、こうやって昆虫がさ、昆虫を食べてるとこ見るの俺めっちゃ好きなんだよね。いや、まあ。弱肉強食っていう言い方をするのは違うかもしれないけど、すごい弱肉強食って感じがするじゃん。この自然界の摂理というかさ、
いや、それがね、俺も見てて楽しくてたまんないんだよね。たまらーん。カマキリの食事シーンマジたまらなく好きだわ。じゃあ、ここからは早送りで、どうぞ。食べ終わっておりますな。これ下が地獄なんだけど。ね、残しとるんだけど、お腹、これ一番美味しい部分だと思うんだけど、腹部って。食べ終わったみたいですね。え、待って、腹部まだ動いてる。え、えぐ。ほら。え、えぐ。え、ガチえぐい。マジ動いてるじゃん、まだ。あ、食べ始めた。お、食べ終わったみたいですね。え、中身だけくり抜いてある。えぐ、ほら、中身だけくり抜いてある。やば。まあ食べるかい。もう食べないのかい。そうか。はい、ということで今日はね、こんな感じで終わっていこうと思います。今日の動画はね、オオカマキリにアシナガバチを与えるっていう動画だったんですけど、どうだったでしょうか。いや、やっぱりね、オオカマキリみたいなカマキリがね、捕食してるシーンは何度見てもね、興奮しますよね。まあアシナガバチはね、このように残骸になってしまったんですけども、まあ僕のチャンネルではこんな風に昆虫とかね、生物を取り扱った動画をたくさん上げておりますので、よかったらね、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、これから冬になるんで、まあ、昆虫の動画は少なくなるんですけど。待って、うんちしてる。うんね、うんちしてる。うんちした。ね、今うんちした。
カマキリのうんちだ。臭そう。手に寄ってみよう。あ、あんま臭くないよな。肉食動物のうんちだから臭いかなと思ったけど、あんま臭くないよな。はい、っていうような感じでね、よかったら、なんだっけ、何の話だっけ何の話、よかったら、まあ、とりあえずチャンネル登録お願いします。概要欄からね、ツイッターのフォローもお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ、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 バイバイ。